れでいいのか。うん、あとはそのタオルで体を優しく拭いてあげたわ。優しくすればよいのだ。さて、今のうちに体温も測ってしまうか。シン、あーんしたまえ。初めてにしてはよくできてるじゃないか。そうか、体は清潔にしておいた方が良いそうだからな。トーカ、そっち側はまだ拭いてないんじゃないの？そっちか？心得た。先ほどフラクシナスで測った時は平熱だったはずだが、微熱が出てきたようだ。やはりまだ安静にしていた方がいいな。そうね。それじゃあ一旦フラクシナスに戻りましょう。トーカたちの検査もあるし。さて、何の話か開幕見当もつかないわね。私は先に戻るとしよう。それではシン、ゆっくり休みたまえ。シド、さっきより具合が悪そうだが、本当に平気か？ごめんね。ごめんなさい。何か困ったら言ってくださいね。そうだよ、シド君。困った時はお互い様さ。
シド、今回の件はこっちで調べておくから、もう一人で無茶するんじゃないわよ。今は私の力に甘えることはできないんだから。なんでもないわ。じゃあね、シド、今日はさっさと寝ちゃいなさい。何？お見舞い。そう、宴会謝絶が解けたと聞いて。ベランダ問題ない。指導が口外しなければ。お見舞い。具合が悪い時は肌と肌で温め合うものと相場が決まっている。どうして？ずいぶん騒がしいけど、シド、起きてるの？どうも厄介なことに。何してるの？さっさとシドから離れなさいよ。どういう状況なの？これ。そう、指導の言う通り。へえ、
最近のお見舞いって泥棒猫みたいにベランダからベッドに潜り込むことを言うのね。知らなかったわ。イフリート、今日はあなたと戦うために来たわけじゃない。指導のお見舞いはそれよりも重要。ふん、命拾いができて光栄だわ。シド、何を。こんな状況だってのに飛び位置折り紙まで口説いていたの。まったくどうしようもない愚形ね。ま、信じるわ。何そんな驚いてるの？指導にそんな度胸がないことは私が一番よく知ってるわ。でもまあ、そういうところがどうしようもなくし、アホ指導らしいっていうか。グラムあたりの値段が毛ガニに負けるその頼りない脳みそでよく聞いて。なんか言った？さて、ここに来た本題を話さないとね。どうやら思いのほか厄介なことに巻き込まれてるみたいなのよ、この天狗士自体が。天狗士全域に及ぶ範囲でとても強い霊波を探知したの。精霊が絡んでる、その可能性が高いわ。だけどまだはっきりとした確証がない限り断定はできない。もしかしたら AST でリアライザの実験を行っていた可能性もあるし。でも AST ではここまでの霊波を出すのは難しいと思うけどね。ほっとしている暇はないわよ。何かが起きてるってことは変わらないんだから。それにこの剣と指導の体から霊力が逆流してる現象との間に何らかの因果関係があるんじゃないかと私は睨んでる。偶然にしてはタイミングが良すぎる。指導の方に異常はないし、普通に考えたらそうなるでしょ。まあ、これは私の勝手な予想だけどね。上と連絡が取れない今は簡単に結論も出せないし。取れないのよ、連絡が。ラタトスクの上層部とね。私もそう思うわ。でもね、目の前で起きてる現実を否定するほど私は愚かじゃない。フラクシナスだけでもある程度調査は進められる。今やれるだけのことはやるつもりよ。あの女、まだ外にいるみたいだけど。
とにかく指導は精霊たちを少しでも安定させるように努めてちょうだい。根本的な解決にならないのは分かってるけど、暴走の可能性を最小限に抑えるくらいにはなるでしょ。外野がうるさいからもう行くわ。遅いぞ、指導。朝毛はまだか？やっはーい、指導くん。よく眠れたかーい？おはようございます、指導さん。何よ、もう忘れたの？検査が終わったら精霊マンションが修繕されるまでうちで一緒に暮らすって言ったでしょ。
一度病院で本格的に頭をスキャンしてもらってくることをおすすめするわ。まあ雲の巣くらいしか映らないでしょうけど。昨日飛び市折り紙と夜遅くまで何かしてたからじゃない？そうね、あなたに何かできるなんてこれっぽっちも思ってないし。ん？シド、昨日飛び市折り紙と何かあったのか？本当か？そうか、何もないなら良いのだ。シド、昨日も説明したけど、精霊は今とても不安定な状態にあるの。制御できずに暴走を繰り返していたら、どんな被害が出るか分かったもんじゃないわ。言動には十分に気をつけてちょうだい。そ、ならいいわ。おお、朝毛だ！指導の朝ごはん食べるのってなんだか久しぶりね。シド、まだか？シド、早くしてくれ！シドウくん、気をつけてね。病み上がりなんだから、あんまり追い出しちゃダメだよ。いってらっしゃい、です。遅いぞ、シドウ。まったく、何してたのよ。そう、次からはもっと前に済ませときなさい。どうしたの？何よ、新天宮タワーがそんなに珍しいわけ？シド！シド？どうしたのよ？までどうしたの？あ、ううん、なんでもないの。おはよう、シド、小鳥ちゃん。リンネ、おはようだ。おはよう、トウカちゃん。
ちょっとシド、またぼーっとしちゃって。体調悪いようならまだ休んでた方がいいんじゃないの？気をつけないとダメだよ。夏に体調崩すと長引いちゃって大変なんだから。ねえシド、私気づいちゃいけないことに気づいちゃったかも。そうそう、ちょっとまずいかなって思っちゃったりするんだけど。あのね、ちょっとおしゃべりしすぎちゃってるかも。このまま遅刻しちゃいそう。おかしい。終わった世界の記憶が存続している。私のエデンに何か問題が。リセットが不完全なのか、もしくは度重なるリセットに力が不安定になっているのかもしれない。これではエデンの管理に支障をきたす可能性が。いや、そんなことはあってはならない。